はい、こんにちは、タケチャンネルです。この動画はね、タワマンの配達について物申すというテーマでお話ししたいと思います。まあ、物申すというか、まあちょっとね、まあ、こんなことがありましたっていう報告と、まあただの愚痴なんですけどね、ちょっと、いや、良くないな、この配達のルールはって思ったので、お話ししたいと思います。まあ、多分ね、同じようなことを思ってる人多いと思うし、僕もね、前にも似たようなことをね、喋ってる動画もあるんですけども。でね、まあ、実際この間ね、僕がまあ、しょっちゅうじゃないんだけど、たまに配達に伺うね、まあ、タワマンに行ったんです。で、まあ、それまではね、まあ、多くてもまあ、10個くらいの荷物だったのかな。で、それが、この間はね、3個か24個ぐらい。まあ、それぐらいの、まあ、20件ちょっとの、荷物を抱えて、まあ、そのタワマンに行ったんですね。で、朝の7時から、お昼の1時までの、6時間の、まあ、ブロックだったんだけど、で、最初にね、そのタワマンに、まず行った時に、引っ越しやってたんですよね。だから、まあ、入居か、退居か、ちょっとわかんないけども、引っ越しの、業者の車が止まっていて、引っ越しの真っ最中だったんです。で、そのね、業者用エレベーターっていうのを1台しか使えない、なくて使えない、マンションでね。で、あ、これはまずいと思って、後回しにしてね。で、そこのね、タワマン以外の荷物全部落として、まあ、だいたい11時ぐらいだったんですね。11時ちょっと過ぎぐらい。で、1時までだから、まあ、あと2時間あるんでね。20何件あるけども、まあ2時間あるから全然大丈夫だと思って。でね、最後にまたそのタワマンに戻ってきました。でね、まあちょっとね、やべえなって思ったのが、あ、引っ越しがね、まあその時点でまだ終わってなかったんですね。だから、うん、これはちょっと嫌な予感するぞと思ったんだけど、でね、で、まあただ、まあ行くしかないから、もうそこのタワマンしか残ってないんでね。で、まあルール通り僕はやるわけですよ。でね、アマゾンのルール通りやるとどうなるかっていうと、まずはね、その、チャイムを鳴らしますよね。置き配負荷と、置き配指定の、部屋のね、チャイムを全部ピンポンするわけです。だから、宅配ボックス指定がね、結構少なくって、だから多分20件ぐらいそこでピンポンして、ね。で、いる家、いない家あるんだけど、まあ、ちゃんとメモしながらね、繋がった家とそうじゃない家とね、まあ、20件ぐらいまずピンポンします。でね、そこのマンションのルールで、今度は、ピンポン終わったら、防災センターに、ね、を呼び出して、中に入れてもらうと。で、中に入ると、今度は受付でね、名前書いたりとかして、なんか入館証みたいなのをもらうんですよね。もらうと。で、そこでね、配達にさ、行っていいかっていうと、そうじゃなくって、一回出て、で、外をね、ぐるっと回って、業者用のエレベーターに行くんですね。で、業者用のエレベーターのところまで行って、また、防災センター呼び出して、開けてもらってね。で、その業者用のエレベーターを使って配達していくわけです。で、その業者用のエレベーター使うんだけど、1機しかないので、まあ、引っ越しやってるわけですよね。で、その、引っ越しの業者の方も、まあ、積み下ろし大変だからね。だから、1階とかでね、結構階延長ボタンとかずっと押してるんですよね。だから、ずーっと1階で開いてて、で、まあ、荷物下ろし終わって、乗って、で、上に行きますよね。まあ、ちょっと嫌な予感はしますよね。だって、一回で回延長多分、まだ繰り返すんだろうから。ね、で、まあ、上の方から落としていこうかなってことでね。落としていって、まあ、置き配不可の家、まあ、2軒ぐらいしかその時はなかったんだけど、まず、そこ優先でね、まず行ってお渡しして。で、その後に、置き配して、玄関置き配しての、ところに、落としていくんだけど、玄関置き配指定でね、電話が繋がらなかった家とかもあるわけですよ。だから、まあ基本これはもう上から落としてって、電話が繋がらなかったところには、そこでね、業者用のエレベーターのエレベーターホールから家電して、今中にいるんで、玄関置き配でいいですかって聞いて。でね、まあ繋がった家は全部いいんですよ。でね、いいに決まってるんですよね。だって、タワマンで、だってね、防災センターで鍵開けてもらえるわけだから、多分、それ承知でね、住人の方も玄関置き配指定にしてると思うので、だから、多分ね、僕が電話かけまくった印象としてはね、いや、そんなの確認せずに置いてくれたらいいのにっていう雰囲気はね、結構あったんです。だけど、まあ、一応 Amazon のルール的にはね、勝手に置けないでしょ。だから、まあ、そうやって電話して、で、まあ、ピンポンで繋がったところはそのまま置いて、で、やって。でもね、まあ、
階を移動するのにエレベーター呼ぶわけだけど、まあ、全然来ないわけですよ。1階でずっと止まってるから。で、まあ、まあでもそんなこんなでね、一応一通り落として、あとはまあ、置き配指定で電話も繋がらなかった家と、あとはまあ、もともと宅配ボックス指定少しあったんでね、あとは、ポストインできる封筒。で、それを持って、今度はまあ、メールコーナーの方に行って、また防災センター呼んで、解除をしてもらって、で、もろもろね、ボックスに落としたり、まあ、ポストインしたりで、まあ、ようやく終わったんだけど、でね、このね、このタワマン除いては、11時ちょっと過ぎに全部終わってるんですよ。で、でね、最後そのタワマンだけ落として、でね、この日1時までのブロックだったんだけど、これね、1時ちょっと過ぎちゃったんですよ、戻りがね。だから、まあ、まあ、それは、それ自体はね、まあ、戻りが遅れたのは、まあ、僕のミステイクということで、まあ、まあ、しょうがないんだけど、その、問題なのはね、その、置き配の、ね、お客さんで、ピンポンでね、これから、アマゾンですと、ね、置き配行きますけど、少し時間かかりますって言うんだけど、それにしたってさ、2時間後ぐらいなわけですよ。遅いところだと、ね、置き配されたのがね。これって、誰にとってもね、いいことがないと思うんですよね。だから、やっぱり置き配ってね、なんか、こう、玄関の会場のピンポン鳴らさずに置き配ダメっていうのが、まあ、正しいルールじゃないですか、アマゾンの。それね、やっぱやめた方がいいと思うんですよね。置き配指定の荷物は、置けるなら置いていいと。ピンポン不要だと。だからむしろね、オートロックのマンションで解錠してもらうピンポンは、開けてもらわないと入れないから、ピンポンするんであって、それをなしにね、置き配しちゃダメっていう、そのルールがね、いや、もう、恨めしかったし、お客さんにとってもね、だから、ピンポンして、まあ、2時間近く経って置き配されるわけですよ。これって、何もいいことないよなって、ちょっとね、思った瞬間でした。でね、まあ、こんな馬鹿正直にね、ルール守ってやってるの、僕しかいないんじゃないかなって、ちょっと思ったし、で、むしろこのルール守ってる、これって、誰にとってもいいことないんじゃないかなっていうのも思ったし、改めてね、この、置き配のね、オートロックマンションの置き配、についてのルールは本当変えてほしいなと思ったね。そんな瞬間でしたね。もうひどかった。まあ、まあね、なんかケースバイケースでね、引っ越しの場合なんかは、住民用のエレベーターも何機もあるんでね、まあ、使わせてくれたらいいのになとかちょっと思ったりもしたけど、まあそれはね、確かにね、住人の方で、ね、チって思う人もいるだろうから、まあ、しょうがないんだけどね。まあちょっとアマゾンのルールがちょっと改正されるだけでね、随分と変わるのになって思った瞬間でした。ということで、まあ今回の動画はここまでになります。まあただの愚痴ですね。ということでした。最後までご視聴ありがとうございました。タキチャンネルでした。それではごきげんよう。